この動画ではコアラさんの紹介をしていきたいと思います。全体的な情報からね。で、社交的でサービス精神旺盛、相手に合わせた対応も得意な人気者。で、一見おとなしい人が多い。で、競争意識は強いが負け戦はしない。で、ぼーっとしている時間は至福。昼寝は好きだが夜型、計算高く疑い深い。独自他で笑いを取る。常にロングスパンで考える。最悪のケースを考えてから行動する。終わったことはだからあれこれ悩む。で、下ネタ OK。 わざわざ書いてる下ネタ OK。 嘘がバレた時の言い訳がうまい。で、健康オタクで温泉やサウナが好きと。で、基本性格超長期展望型でじっくりと作戦を練っていく慎重派。常に最悪のケースを考えて念入りに準備し、最後に笑うのは自分を合言葉に駒を進めていく戦略家と。めっちゃ考えてるでしょうね。で、自分に利益があるのであれば嫌いな人とも上手に付き合える器用さがあり、物事を上手に動かす才能を秘めていますと。で、優れた企画力も長所の一つ。で、社交的で相手に合わせて対応ができるサービス精神の持ち主。人の心を見抜く能力を持ち合わせています。自分を売り込む術にも長けているため、交際範囲も幅広い人気者で、受けや笑いを狙って下ネタや毒舌を振りまくことも得意な人が多いでしょうと。で、ライバル意識は強いものの、負け戦はしない主義を貫きますと。で、合理的なリアリストである反面、実は空想好きでロマンチストな一面も。で、のんびりと過ごすコアラそのもののように、ぼーっと力を抜いて過ごす時間は必須です。で、温泉やサウナなどで癒される時間もコアラにとって幸せなひととき。また省エネタイプなので、無駄な動きはせず常に手の届く範囲内に、まあ、テレビのリモコンや携帯電話、ペットボトル、ティッシュなどを置いておきます。よいしょどっこいしょが口癖で、このキャラクターの攻略法を、長期戦に強いコアラには先制攻撃が一番で、結果的に自分に得があると分かれば提案を受け入れます。すぐに結論を出すタイプではないので、考える時間を与えましょう。で、相手のミスに突き込むところがあるので、コアラの前では慎重な行動。上げ足取られるとか結構バトルみたいになってんだろう。仕事、長期的視野で戦略を練る、マルチに有能な慎重派。先見の明がロングスパンで物事を考える知能派。スピード感より最終的な結果を重視して、多少時間はかかっても自分のペースで着実に仕事をこなしていく。体力勝負の仕事により頭脳を使う仕事に向いているタイプ。アイデアマンなので企画力に定評があります。で、クレーム処理などの対応も抜群。またお金の計算や予算管理など総務経理的な仕事にも適しています。人の心理を見抜けるので、苦手な上司でもツボを押さえていて攻略仕切り上手なため、リーダーとしての素質もありますと。で、きつめの性格を抑えるようにすれば、一層キャリアアップの道が開けるでしょう。で、給料は労働力の対価という意識は強く、報酬が少ないとそれに見合った仕事をしかしないというシビアな一面も見せます。適職とミュージシャン、作曲家、演奏家、薬剤師、アロマセラピスト、小説家、探検家、声優、アニメーター、カイロプラクター、フラダンサー、脚本家、放送作家、料理人、占い師と、らしいです。これ探検家ってたまにあるけど、どんな仕事なの？探検家って。で、健康。体調管理には余念がない、腸をつく健康オタクと。で、定期的に健康診断を受けるなど、自分の体調管理には余念がありません。食事療法から始まり、ヨガやフィットネス、鍼灸、マッサージ、アロマ、温浴、サプリメントなど、まあ、体に良いとされるものを幅広く取り入れるタイプ。特にぶら下がり健康器は相性がつく。コアラだからで、食事には気を使いますが、好き嫌いは激しめ。なるべくバランスの良い食生活を意識するとともに、足りない栄養素は健康食品で補う、工夫すると良いでしょう。また命の源であるぼんやりする時間はしっかり確保して心を休めることも大切です。で、そして睡眠不足は一番の大敵。寝具に
こだわり、ユーカリオイルを1、2滴垂らすとぐっすり眠れて良い体調をキープできますということです。で、恋愛について、おとなしく控えめな印象の中に恋の炎を燃やす衝動タイプ、頭の中ではいつも華やかな恋愛を空想していますが、現実は冷静、鋭い観察眼を生かし、疑い深さも発揮しながら受け身な姿勢で相手をじっくり見極めます。で、男性は大勢の場ではサービス精神旺盛でも、二人きりの時には大人しくなりがち。で、スマートな着方が似合う女性、ちょっと生意気で可愛らしい女性がタイプです。男の人の場合でしょうね。で、高い会話センスで異性を引きつける女性はシャイな文学青年が好み。特にコアラの女性は本気の恋愛をすると普段の冷静さが吹き飛び、衝動的になったり、スキャンダラスな関係すら厭わなかったりする情熱を秘めています。男女とも大声で怒鳴る人や驚かす人は大嫌いなので、一度でもそんな面を見せられたりすると即座に別れを選ぶでしょうと。エッチについて、男性、セックスの研究には余念がなく各種フェチがある。結婚相手は体の相性がいいことが条件、みんな大体ね、大事にしてるとは思うけどね、相性。女の人、くつろげるようなセックスが好き。くつろげるようなセックスなんだろうね一日中ダラダラと楽しむようなシチュエーションを喜びます。ああ、そういうことね、なるほど。まったりとね、結婚ライフサイクルを踏まえた安心の将来設計を展開。結婚相手は遠い将来の見据えて注意深く選びます。で、結婚後も自分が思い描く理想の家庭像を守るための努力は惜しまないでしょう。まあ、かといって見栄を張ることはなく、地に足のついた生活を送ります。で、結婚後は夫婦共働きが基本、金銭感覚にも優れたしっかり者なので、自分たちのライフサイクルを意識しながら家計を守ります。で、今の贅沢よりも将来の安定を追求し、家計簿を丁寧につけながら生活費、ローンの返済、貯蓄などやりくりをするような几帳面さを見せるでしょう。で、女性好きなコアラの男性は、結婚しても他の女性に目移りしたり、プロのお店に通ったりすることもあるってことか。で、パートナーを傷つけないような誠実さを意識するといいですよってことですね。浮気症ってことなのかな。相性の良いパートナー、金銭感覚のあるしっかりとした人を信頼します。また穏やかで感情の浮き沈みがなく、自分のペースに合わせてくれる人でなければ長続きしません。特に大声で怒鳴る人は NG。 金銭感覚、先を見通す将来設計でコツコツ堅実に貯金。若いうちから将来設計をして、20代の時にはすでに老後のことを考えるしっかり者です。で、仕事で引き立てられて財力をつける可能性も大。で、経済観念は発達していて、無駄なものには一切出費せず、持ち物も長く愛用するなどお金を大事に使います。ただケチではないので、自分が楽しめることや娯楽への投資は惜しまないなど、メリハリのある向き合い方をします。恋愛にハマると大赤字でも出費を抑えられなくなる一面があるので、上限を決めると20万。で、常に費用対効果を考えているので、同じ金額なら賃貸よりも長期ローンを組んで持ち家に住みたいと思うタイプ。長きにわたって価値が落ちない書画や骨董品などを集めるのも好きです。寝てる間にお金が入る夢の印税生活が理想みんな理想だけどそれはね。注意するポイント、基本的には倹約家ですが、お金があるとふわふわとわけのわからない使い方をしてしまうことがあるので要注意。またギャンブルの才覚はないので控えた方が安心ですと。ポイント、100歳まで長生きを合言葉に充実のスローライフを。将来的な展望さえしっかり見通せていれば、今困難なことがあってもポジティブに乗り越えていけるコアラ。で、むやみに他人を羨んだり贅沢に憧れたりしない、その姿勢が幸せにつながりますと。他人の評価やうまくいかないことはいちいち気にせず、自分のペースでスローライフを楽しむようにしましょうと。最後に、笑うのは自分だと言い聞かせて、自分の思い描く理想の人生を歩んでください。人生100年時代を迎えた今、コアラの長期的展望は大いに人生をバックアップしてくれるでしょう。で、定年後を見据えて資格取得に励んだり、 手に職をつけておいたりすることで、まあ、人生のステージが変わっても日々の潤いを保てます。備えあれば憂いなしの精神で夢に向かって邁進しましょう。人間関係のポイント、忍耐力と客観的な視野を持ち、
蓋を大きくしましょう。信頼できる人の意見を聞いたり、ワンランク上の人たちと付き合ったりすることでもっと彩りのある人生を送れますと。克服できる、できればいいポイントで、空想だけで心を満たすのではなくて、現実世界にもしっかり目を向けて、で堅実な生活を送るコアラですが、どこか空想の中で生きているような非堅実的なところがあるのも否めません。でそのため理想と現実のギャップに悩むことも多めと。で妄想の中で自由に羽ばたくのはストレス解消にもなるので大事にしてほしい習慣ですが、現実にもしっかりと向き合ってバランスを取りましょう。夜更かしするタイプなので朝が苦手で、遅刻癖は学校でも職場でもせっかくの評価を下げてしまいますので、早寝早起きを心がけましょうと。そして他人からの忠告や助言は素直な気持ちで受け止めるようにしてください。言い訳が先に立ってしまうと人から生意気だと思われかねませんと。で今回ではコアラのもっとさらに詳しいタイプで、コアラの場合は6種類あります。なので紹介していきます。で1でフットワークの軽いコアラ。華麗な明るさの奥に鋭い感を秘めた努力家、社交的でキビキビとした行動力が魅力の明るい人、夢見る乙女のような可憐なハートの持ち主ですが、物事に対する感は鋭く、裏の裏まで読み取る、才能に長けています。で理想を実現したいという意識は強く、どこへでもフットワーク軽く出かけていく頑張り屋さんです。でさっぱりした雰囲気ですが、実は猜疑心を強めて、心から信頼できる数少ない友人にしか本音を明かしません。で感情の起床が激しいところがあり、はしゃいでいる時と落ち込んでいる時は別人のようです。2母性豊かなコアラ。ナチュラルな人柄と優しさで信頼される人情家、飾り気がなく世話好き、誰かが困っていたら放っておけない優しさで周りの人たちを大切に人情家です。物分かりの良さとあふれる母性で、特に年下から絶大な信頼を置かれるでしょう。で行動のテンポは速く、理論的思考の持ち主で、超常現象には異常に興味を持ち、実際に霊的なものが見えたりと不思議な体験をする人もいる。音感にも優れ、音楽的才能もあります。で温厚な外見ですが神経質で競争心が強く、ストレートにも物を言い過ぎてしまうこともあります。3コアラの中のコアラコアラの中のコアラ、ね、最もコアラらしいキングオブコアラで、明るく素直で誰に対しても気取ることがなくソフトな印象で、神経が細かく臆病なところがありますが、大きな志を持ち、その現実に向けて努力を惜しまないタフな人です。で慎重で律儀な面と、楽天的で気まぐれな面の二面性がありますと。高い管理能力と飲み込みの速さ、時間をかけて取り込む粘り強さで、長期的に物事を考え、最後に笑うのは自分と確信で、好き嫌いは激しく、嫌いな相手は知らんぷりするトライさもありますと。で派手な生活は好まないので、自然とお金が貯まりますと。4活動的なコアラ。おおらかさとシャープさを風持つ人気者、明るくおおらかな性格で、自然と人を魅了、涙もろい人情派ですと。一方で感は鋭く、時代を先取りすることに長けている、勝負師の一面も。頭の回転が速く、要領も良いので、周囲からは優秀な人という印象を持たれるでしょう。で神経質で自分本位になりがちな点に要注意、多趣味でそれを通じて得た人脈も豊富で、またお金に執着ありませんが、なぜか好きがあるので金銭的に困りません。食にこだわりがあるので、食材を選んで腕を振るう時間に幸せを感じると。料理作ったりするのが好きってことかな。5夢とロマンのコアラ。自然と自由を愛する永遠の夢追い人。豊かな感性と空想力で哲学的な考えをする個性派、常に夢とロマンを追いかけるチャレンジャーです。衝動的で気の短い面を意識して抑え、穏やかな人間関係を築く交際上手で、またスケジュールに追われる生活より自分の思い描くスローライフの実践を重視する頑固たる自分軸の持ち主です。海への愛は人一倍強く、ビーチでぼーっとしている時が至福の時間。将来は南の島でのんびり暮らすことを夢見ています。物事の本質を見抜く目の持ち主と。最後6サービス精神旺盛なコアラ。
気品と教養あふれる高潔なロマンティスト、人の喜びが自分の喜びで誰に対しても親切に対応する奉仕精神あふれる人、献身的な平和主義者で争いのない人間関係を望みます。意外と現実的でお金にはシビアですが、気前がよく後輩からも慕われます。使っただけ収入があるという金運の持ち主なので、金銭的に困ることはありません。直感やセンスに優れたロマンティストで、気品と教養も持ち合わせています。八方美人に思われがちで、自分に厳しく、曲がったことは嫌いなので、無条件に従うことはありませんということですね、以上がコアラの特徴でした。いかがでしたでしょうか。コアラの皆さん、当たってましたでしょうか。ではコアラについてはここまでです。はい、それではそれぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか、属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時にこう月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とかこう行動パターンとかこう分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のなんかパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすい、とか、そのなんかこう、変な意味じゃなくてね、その話なんかこの人はなんかこう話しててなんかこう相性いいけど、この人とはなんかうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたらなんか相性悪いみたいな、なんかそんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか、分かるというか、なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回、占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところが、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今のところ男性ユーザーが 90% 視聴を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなとのが一つと、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探して見てもらいたいんですけどね。なんかいろんなことはスピリチュアル的な霊感的な、ちょっとそういうの結構そのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話してるんで、それ見てもらうと分かるんで、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。YouTube でできるように、コンテンツ増やしていこうかと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですか。そういう、前は別にそういうことする気なかったんです。増やしていきたいし、チャンネルも登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。